こんにちは、ジャグラーのマロです。今回はこのエルボーストールのコツ、肘の外側で止めるやり方のコツを2つと、あとはこの肘から肘にジャンプする方法ですね、これの練習のやり方を1つ紹介します。で、実はこれについては僕ツイッターでこういう肘の外側止め方のコツについて動画見たい方いますかっていう需要アンケートみたいなリツイートの数で見てみたんですけど、あんまりこのコンタクト反応がなくてちょっと後回しになってました。でもね、ちょっと今夜時間ができたので、今夜というか今ね朝の4時ぐらいなんですけど撮ってます、撮ってみようかなということでやってます。その時ねリツイートしてくれた方、いいねしてくれた方、ありがとうございます。じゃあ早速始めていきましょう。一つ目のコツはこの肘、腕に力を入れてここにくぼみを作ることですね。力を入れるっていうことです。で、これが一番大きなコツなんですけど、この辺りでちょっと見てもらうと今力抜いてます。で、力入れるとここにくぼみができるのなんか影でわかるかなと思うんですが、どうでしょうか。で、ここのくぼみにボールを乗せます。で、ちょっとね近くに行くと照明の関係で僕の腕が白飛びして何も見えなくなっちゃうんです。ちょっとこうするとわかるかな。で、力を入れる、力を入れる。で、そこでできたくぼみにボールを乗せる。で、今説明のためには結構グッて入れてるんですけど、実際は本当に最小限のグッて小さいコントロールで簡単に止まるので、まあ慣れるまではですね、最初どこだろう、どこがくぼみかなっていうことで自分の腕を観察してみましょう。で、これはですね別に筋肉がなければできないのかというとそういうわけではなくて、女性とかでもこの上腕二頭筋と三頭筋の筋肉の間ですね、その場所くぼみっていうのは大体どこかあったりはしますので、そこを探せるようにちょっといろいろ力を入れて研究してください。で、この肘なんですけど完全に閉じたりはしません。ある程度、まあ、90度から、まあ技により調節はありますけど、まあ、基本は90度から少し閉じてるぐらい。完全に閉じるのはちょっとまたここのくぼみがなくなってしまうのでまた別の技になりますね。こういうのを使って首の後ろを通すとか、肘から落っこちそうなやつを腕を閉じてちょっとフォローするとか、また別の話なんで、ギュッと閉じずにある程度90度ぐらい で力を入れてくぼみを作る。これが1つ目のコツです。そして2つ目はこのくぼみを作って乗せた後になんとなく腕がこう下がってしまうことがあるんですね。で、これ腕が下がってしまうと当然ここ坂道なのでゴロゴロっと落ちてしまいます。なので肘を上げてこの場所が水平になるように、で、水平になってさらにくぼみもあれば相当しっかり止まります。ここに乗せられるようになったらまずはゆっくりでいいので少し左右に動いてみたり上下にスクワットをしてみたりですね。で、もちろん反対もなんですけれども、とにかくこのエルボーストール外に乗せる、で、そこでコントロールするということを覚えていきましょう。これがこの肘の外側で止める2つのコツです。そしてこの肘から肘にジャンプさせることについてですね。で、これなんですけれども、例えば僕はこうデモンストレーションで横から横にやってますけど、横に投げるっていうことはこのボールがコロコロコロって向こうに落っこちやすくなってしまうんですね。なので最初は横っていうよりも少し体もひねって腕も前に出して最初からボールを体の真ん中に持ってきます。で、この場所である程度真ん中に投げて、で、ボールじゃなくて肘が入れ替わるように、で、この肘もですねこういう構え方でこっちをここまで持っていくのはちょっと大変なので、まあ、これ横から見た時の話なんですけど、ここでボール構えてたらこっちもある程度近くで準備してて跳ね上げた、なんかこういう感じですね。ポンポンポンで真ん中に構えてまっすぐ上げて入れ替える、こういった感じです。で、僕自身もドイツに行くまでは肘で止めること自体はできたんですけど、あんまり技にこう取り入れられるっていうほどの安定度ではなかったんですね。でもこのまず真ん中で投げるっていう方法を覚えてからだんだん距離を伸ばせるようになったりとか、この肘のくぼみ筋肉を使って作るとか、そういうところをですね、ケルビン・カルバスっていうドイツ人のコンタクトジャグラーにサーカス学校で教えてもらって、で、
それからどんどん安定してできるようになりました。で、実はそのケルビン・カルバスも8年前ぐらいですかね、日本に呼んでコンタクトジャグリングのワークショップをやったことがあるんですけれども、そうですね、また機会があれば、僕の動画にこうみんなが見てくれたり反応があればケルビンを呼びやすくなったりもしますので、ぜひ今回の動画良かったと思っていただけたら、いいねボタンとチャンネル登録お願いします。でね、改めてなんですけれども、今回の、このリツイート企画、リツイートといいねしてくれた皆さんありがとうございます。そして動画詳細説明欄、 SNS たくさんやってます。 Twitter、Facebook、Instagram、LINE アットいっぱいありますので、ぜひそちらもフォローしてください。では今回も動画ご覧いただいてありがとうございました。